ベルリニアレクサンダー広場でのデモで演説するチルナー・ヨアヒム・チルナーはドイツのドキュメンタリー映画監督ブランデンブルク州ビッテンベルゲ生まれティベルトが見によれば1973年12月8日より1989年10月までハンス・マトシュのコードネームで東ドイツの秘密警察シュタージの非公式協力者であったとされている1980年により 映画監督として活動。1991年に映画制作会社、ウムベルトフィルムを設立した。また、アラル海沿岸に暮らす子供たちに安全な水を提供するために活動する団体、バッサーフィアダイキンダーデアレルシースを1996年に立ち上げ、その代表も務めた。ラジオジャーナリストの妻、バルトラウト・チルナーとの間に5人の子がおり、 その中のノラ・チルナーは女優、テレビ司会者として活動している。ありがとうございます。